こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、というわけでですね、第12節エルドラド欧州2位ですね。強敵です。スタメンです。クルミが戻ってまいりました。ミホをミユキに変えるぐらいかな。さあ試合行きましょう。さあエルドラド欧州、勝率はでも意外と変わらない。まずだ。まず試合開始。ちょうど守備が空いてるとこをうまくつきましたね。なんか自分で決めました。最後がアシストです。今度は緑だ。さあ前半もあとわずか。お、うまい。さあくるみがチャンスだぞ。2点目。しっかりやっております。涙で見えない。そこまで言われるか。奈々君本当によく耐えましたね。でくるみがその流れに応えてしっかり決めまして、これで前半終了です。はい、では中盤が比較的疲れてますね。結構趣味は人気が疲れてる。フラリスとサチコがいるな。どっちも
どっちも似たような能力。今回サチコを、サツキの代わりに投入しましょう。クルミと、間違えた。クルミと緑を入れ替えます。この辺をこう入れ替えるかな。さあ後半スタートです。さあ相手はパワープレイにだんだん出てきますよね。こうなるとさあこちらも守りを中心に固めていきます。個体はこう息使い切ります。疲労を避けたいですよね。おっと壊れてしまった。ここはクイック、翻弄します。サチコナイス。さあセンタリング飛び込む緑、もう一回入った。3点目、これは大きい。いや久しぶりに気持ちの良いショートエッセイできすぎ、来てよかった。本当にここ最近満足するあの結果をお届けできなかっただけに、これは本当に嬉しいですね。さあ相手は超パワープレイ来ますね。さあ気がつけば残り30分、気をつけろ。 OK 萌え、しっかりやって。緑がそこをくるみに渡します。くるみに追いつけません、守備が。おっと決めてほしかったな、これは。さあ最後まだチャンスは続きます。くるみ抜けました。おっと流れてしまいましたね、残念。さあ積極的に前に出ないとやばいですよ、このゲームは。積極的に前に出ることは大事ですからね。ご両親大事。さあうまく取りました。さあもう結構疲れてますがまだ頑張ってます。さあ彩香ちょっとこれは流れてしまう、簡単にはいかない。さあ残り10分余り。相手も必死だ。リオ楽勝でセンタリング、完全に主導権を奪ってますね、こちらが。お、うまい、緑。シュート。さあ、コーナーキックになった。もう一点欲しい。ここまで来たら。みよう、残念。さあ、ほぼラストチャンスでしょうね。さあ、サチコ。ここで試合終了。3対0、完勝です。先制ですね、これが。7個。が抜けて、ナーコイタチ、ナーコそのまますぐ行って、今度はナーコがアシストをします。クルミは決めました。ナーコの頑張りですね。クルミ応えましたね。これは危なかったが、うまく。さあこれで3点目です。緑が飛び込んで、さあ諦めずにもう1回リバウンド、ゴールに叩き込みましたね。そしてくるみ、これチャンスだったんですけどね。そう、相手が追いつきません。相手の守備はただちょっと焦ってしまったか。引き続き攻めます。
このパスもうまい。この勢いのあるシュート、ニオもいきます。終始もう圧倒してた感じはありますよね。ボール支配図は圧倒的、シュートも圧倒的。完勝です。これで4位浮上ですね。2位のエルナード欧州とは勝ち点が1-1に終わりました。はい、次回は浅草サンダーボルトと公式戦ですね。昨年は5位でしたね。まあまあ強いですね。成績です、5勝3敗4引き分けですね。さすがにリバス大阪とは3ついてますが、まだ2位は十分狙えます。あの北原が強いのか、無敵とかアシストを取れる選手が本当多い。はい、というわけで、エルダード欧州戦見事勝つことができました。次回の浅草サンダーボルト戦もこの勢いに乗って、勝ちたいところです。で、応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。